ジェームズ・アンブリットはアメリカ合衆国入りの一州シ,シカゴ出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。メディアによってはアンブリクトと表記されることもある。1953年にアトランタ・ブレーブスと契約してプロ入り。それまでは遊撃手だったがプロ入りと同時に投手へコンバートされた。1959年にトレードによって移籍した。 ピッツバーグパイレーツでメジャーデビュー。1961年オフにはエクスパンションドラフトでヒューストンコルト 45S から指名され移籍した。新球団1年目の1962年は救援専門で34試合に登板して4勝、0敗にセーブ、防御率2.01、55奪三振を記録した。ところが、1963年のキャンプインの時期に、 なって、右足の付け根の部分が、がんに侵されているのが見つかり、3月8日に手術を受けた。その後は、目覚ましい回復ぶりで、5月9日には戦列に復帰した。この年は35試合に登板して4勝3敗、防御率2.61、48奪三振を記録するなど、救援投手として欠かせない存在となっていた。シーズン最終戦の9月29日の、 ニューヨークメッツ戦では勝利投手となったが、それが生涯最後の登板となった。奇跡的なカムバックの間にも、病魔はアンブリッドの体を蝕んでいた。もはや現役の投手として再起するのは難しくなったが、同年末にスカウトとしてチームに残ることが決まった。1964年1月にフィラデルフィアの記者協会は、最も勇気あるスポーツ選手として、 アンブリッドを表彰した。この席上、アンブリッドは病気と手術は神が与えてくれた試練であると感謝し、我々の多くはのんびりと時間を過ごすことがないので自分を見つめることがない。しかし、私は病院のベッドで自分を見つめ直し、より良い人間になったと思うと挨拶した。この年の3月16日に再び入院し、4月8日に死去した。 まだ33歳の若さだった。医師の一人は、アンブリッドは、最後まで希望を失わないで闘病していた。他の患者のお手本になる立派な患者だったと語っている。アンブリッド残ると 45S 在籍時の背番号、32、ヒューストンアストロズの永久欠番に1965年、指定。球団は、勇気あるアンブリッドの死を痛み、1964年は、 ユニフォームの袖にも賞をつけた。さらに、アストロズと名称を変えた1965年4月12日、アンブリッドの在籍2年間で着用した背番号32は、チーム初の永久欠番に指定された。ありがとうございます。